44回目にあたる歴史のある大会なんです。でそれであの東洋人として初めてグランプリをあの受賞 しました。まあ、あの大体世界の10分の1ぐらいのコーヒー取れちゃう国で、あのコーヒーの首都って言われてるぐらい、そのコーヒー取れるところの町が主催してるそのコーヒーの、世界的な美女コンなんですね。日本人で、まあ優勝しちゃった。コロンビア の農園を持っているのが日本で唯一サダコーヒーさんということで、私もそれを宣伝することができれば、あの本望かなと思いまして、そこを次の方に引き継ぐまで、コロンビアにコーヒーを宣伝するとともに、それによってあの向こうのコロンビアの人たちの友好やあのすごい温かい気持ちをあのこちらに伝えるとともに、また向こうに1年後にティアラの返還に行った時にあの活動報告としてあの何か持っていくものがあればなと、成果として伝えることがあればなと思っております。初めて、茨城に来たんですけれども、皆様とてもあの親切で、あのすごく笑顔が素敵で優しい方たちばかりで、あの本当にいい街だなと思いました。ね、なんかその日本でその普通の人がその経験できないようなことをたくさん知ってられる方なんで、そういうのはなんかこうコロンビアの文化も含めてこう広がったら面白いかなと思いますね。